いてはこちらのコーナーです。渡辺雅史の今乗りたい列車。このコーナーでは時刻表に載っている気になる列車を紹介していただきます。今週はどこでしょうか。はい、こちらですね。はい、JR 東海、お、字が潰れてるかなJR 東海の大垣発、米原行き、大垣朝5時23分発の列車です。はい、まあ、この時期にこれって言われると、画面見ていただければ分かるんですけど、5時50分でついてるあの岐阜大垣って止まってるのがあれムーンライトながらなんですけど、ながらには乗れない、ながらでは乗れない列車です。ながらが到着する前に出ちゃうんですね。そうです。で選びました。で、まあ、理由としてはまずはこれ土休日じゃなくて平日の場合は5時58分に米原着くことで岡山方面の接続がすごくいいということ、うんうんうん、あとはですね、ムーンライト18切符の季節なんで、18切符の季節って大体同じ東海道だったらムーンライトながらを軸に似たような流れが西の方まで続くんですけど、うん、そうですね、そうするとなんか同じような人ばっか乗ってなんか同じようなテンションで、ね、やってるのが僕大嫌いなのでこの列車だったら1本外すことで全くそういう18切符を利用する人がいない。しかもね、名古屋から朝一番の電車だってもこの列車乗ることできなくて、岐阜からも乗れなくて、大垣にわざわざ止まらないと乗ることができないので、大垣泊の人が乗れると、うん、そういう列車なので、まあ、あえて選んでみたという感じですね。はい、うん、ありがとうございました、うん、今乗りたい列車のコーナーでした。